お花喜ぶ力のポーブ揃った、よかったすごいよかった、すごい人が来た、何をおっしゃる、すごい人が来た、何をおっしゃる何をおっしゃる、友よ友よですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、そう言ってもらって、ありがとうございます、友よ、芸能 YouTuber くわチューしてる、チューしてるあれね、もう横山園芸ファンがもう大ブーイングだよ今までなかったでしょ、ない、ナイキスやったことないでしょ、チャンネルで、ない、僕もないよ、恥ずかしくてできない、自分のチャンネルではようやらないあの人のチャンネルだもんね、はい、ありがとうございます、とんでもないです、まあ僕らちょっと同級生ってことで、実はそうなんですよ、同い年で、いやこんなにも熱い人がいるなんていうのは僕もなんか嬉しく思うんですよね、やっぱね、ああやって発信してくれてる、なんかでもあれですよね、同級生ってちょっと違いますもん ね、 ねやっぱね、一個上一個下ともまたちょっと違ってね、同じラインにいるからね、ある意味ちょっとね、ライバルのありながら、こうお互いをね、こう同じ感覚でリスペクトもできるし、そのライバル視っていうかね、俺も頑張ろうみたいな、はいはい、一番仕掛け受けるんで、いい同級生がいました、ここに、うん、そう、ちゃんとチャンネルチェックしてクリスマスローズのもうちょっとなとかねなんて思っちゃったりもすることもあるんですけど、やっぱでもあいいな、やっぱこういう伝え方っていうのは大事だよななんて思うんで、まあ、ここねいろいろありますからね、はい、うん、お互いちょっと今ね、そう、今日はせっかく来てくれたんで、クリスマスローズのことは、まあ、横山園芸チャンネルでっていうことで、はい、お楽しみにとっといていただけたわけなんですけど、そうですね、ちょっとこの前に横山園芸さんの特集、あんまりやったことあります、自分のハウスの紹介なんて、あんまないです、ないですよね、うん、逆に僕のチャンネルで今ね、いやここの横山園芸の中の散策をしてきましたんで、よければそちらも見てください、はい、よろしくお願いします、というわけで、はい、まあクリスマスローズ、そうですね、クリスマスローズ正直ってどうですか、その、うん、どういう存在ですか、お花の中のこうクリスマスローズ、うん、今までいろんな花多分触ってきたと思うんですけど、クリスマスローズ、クリスマスローズは僕の率直な、その植物としてのあれですけど、うん、すごく優秀だと思う、 お、うん、お花が綺麗とか、ね、最近のっていうのは なしにしても、やっぱ丈夫な植物ですよね、うん、全く初心者の人が僕のチャンネルもやっぱほとんど多いんですよ、でいろんな植物みんなやっぱ買ったり育てたりするんですけど、うん、結構やっぱクリスマスローズって1個が高いというのかな、うん、何千円かするんで、言ってもやっぱ普通にお花買う人からするとやっぱ1000円でもちょっと高いかなみたいな苗だと、で枯らしたらどうしようとかっていう不安もありながら挑戦されるんだけど、みんななんとかこう夏越して次の年咲いたみたいなので、うん、その感動っていうのかな、やったみたいな声を結構いただいたりするんで、クリスマスローズ自体はやっぱ初心者にちょっとおすすめできるっていう自信はやっぱりチャンネル通じて思ってきたのと、うんうん、やっぱ最近は最近でちょっともう育種というか、あれが花がすごく種類が多すぎて、正直で僕は分かんないレベルぐらい、やっぱいろんな花形とか魅力は増えてきたので、うん、なんかそれはそれですごくやっぱインスタ映えとかもするじゃないですか、写真映えするんで、憧れとかその露出も多くなってきて、非常になんか僕は好きですけどね、うんうん、ガーデンガーデン入ったのはどれぐらいなんですか。僕はでも大学卒業して半年後ぐらいだったんで、それこそ20年ちょっとぐらいじゃないかな、じゃあ本当歴史的には同じぐらいかもしれないですね、うん、ね、当時はそんなに人気はなくて、いや、まあ、全然ですよね、言ってもっていう感じ、言ってもっていう、そうそうそう本当だから、ここ人気が出てきたのはおそらく10そのちょっと後ぐらい、15年ぐらいから、ね、前からこう人気が出てきて、徐々に徐々にぐらいの感じ、やっぱその言ってくれた通り、やっぱ丈夫さっていうのがまず一番だったと思うんですけど、丈夫ですね、うん、でも最初はやっぱり名前に騙された人が多いと思いません？確かにみんなまだ今でも勘違いしてるかもしれないけどクリスマスローズってね、ローズってつくからね、うん、クリスマスにも咲かないしバラでもないしっていうところで、でもバラはすごいよなって思うんですよね、そのなんかステータスというか、確かになんかこう私はバラを育ててますっていうと、なんかこうもうやっぱ一個のねステータスみたいな園芸だったね、やっぱすごい素晴らしいよなと思うんですよね、うん、まあ、それにあやかってみたいなところも多少なりともあったかもしれないんですけど、いやいやいや、やっぱこう、うん、そもそもまあ地味だった花が、まあ、こう品種改良によって明るい花ができてきたりだとかしたわけなんですよね、なので、いわゆるコレクターズアイテムじゃないですけど、そうですね、コレクターも多いですね、白もあったらピンクもある、うんうんうん、八重咲きもあるみたいなので、こう人気が出てきたのかなっていうのは正直ですね、確かに本当に最近ではね、初心者もハマっちゃうんですよね、これね、もうびっくり、なんか
沼にもうみんな僕今買うなって言ってるもん。やめてダメだって言ってお金なくなっちゃうダメだって言ってもやっぱりクリスマスローズ店とか行ったりとかみんなして、で見るとどうしても欲しくなっちゃうんですよね。でこれ買っちゃいましたみたいなので、いやいやまだ2年目やみたいな。でもやっぱ魅力がやっぱそこまであるというのかな。うん、そう、ほんとね、こう、まあ、種でね育てていろんな色が出てきてるからっていうのもあるんですけど、微妙に違ったりするとやっぱり人欲しくなるというか。そうね、やっぱなんか感じるんでしょうね、このクリスマスローズの。まあ、そのために品種改良してるんですけどね。そうですね。横山さんのちなみに品種いろいろあると思うんですけど、うんうんうん、今の推しって何ですか。推しは、うん、まあ、ちっちゃくていっぱい花が咲くっていう、あ、小輪系の、うん、小輪系のプチドールっていう、こっちの辺かな、まさに後ろにある白い花とか、うん、この辺あ、いいですね、いいですね。うわ、ベッタベタに咲いてるねこれ。そうなんですよ。あ、僕ね小輪好きなんですよ。ストライク小花が本当に普通に草花でもなんかあんまりこうバチンっていうでかい花よりも野生的なとか小さい小輪系の可愛い感じが好きなんで。あ、嬉しい、うん、こういうの好きよ。逆になんかちょっと言ったらあれなんだけど、今最近のなんかワシャワシャっていうクリスマスローズあるじゃん、はいはいはい、でかいその、はいはい、すごいよ確かに多弁でね、はいはいはい、万円咲きとかいろいろあるじゃないですか。あ、こういうタイプね、ま、こういうでちょっとグワーって豪華な、はいはいはい、それよりも僕こっち派。あ、嬉しい。どちらかっていうと嬉しい、うん、まあいろいろあるけどね、可愛、うんうんうん、いやんとかって思うっていう、うん、だそれなんかもこっちが主力なんだね。僕がだから研修してたのはイギリスだったんですけど、はいはいはい、やっぱりイギリス人はやっぱり大きい花で庭に植えても目立つものっていうので、こうでしかも派手なもの華やかなもので八重咲きとかっていう風に言ってて、でその時にパッと見た時、僕も実は野草とかが大好きで、その日本人だったら自分だったらって考えると、ああいう小さい花作っていくことを目標に、なんか20かれこれそこに行き着くまでだから構想としては23年ぐらいかかってるんですよ。へえ。で、そう一足単にねそこまで行けるわけじゃなくて、うんうんうん、その野生種原種って言われてるんですけど、こうちっちゃいやつを、もう世界ちっちゃいだろうってやつを現地から見つけてきて、うんうん、そういうのを品種改良でこう大きいやつに交配して作ってったっていう。へえ、かわいいよね。なんか日本の庭ってやっぱ小さいじゃないですか、こうよりコンパクトなんで、うんうんうん、海外だとやっぱり確かに埋もれちゃったりね、うんうんうん、パッと塊で見たりするじゃん、なんかその景色を、うんうんうん、なのでガバってある方が多分主張していいんでしょうけど、まあ、日本の庭とかには逆にこういう小さめの方が可愛らしさも、まあ、存在感的にも十分あるかな。でかいやつは一個単発でコレクターアイテムみたいな感じでこうね鉢管理で、なんかコレクターしたいかなっていう人たちはなんかこっち系かなとは思ったりするんでね。だ例えばバラとかでも小さい花の木っこバラとかいっぱい咲くじゃないですか、はい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 、やっぱ一輪咲かすことのエネルギーを、うんうん、やっぱこう小さい花の方が少なくて済むわけで、だからいっぱいこう確かに本当初心者でもやっぱりこういうふうにモコモコモコってやっぱ育てたいじゃないですか。こんだけつくと嬉しいよね。嬉しいじゃん、普通にね、単純にね、自分も育ててて、うん、やっぱ花咲いたら嬉しいっていうのがあるので、うん、単純に嬉しいよね、まあ、そういうのは目指していきたいところの一つかな。だから逆に言うとこういう、うん、こう一輪がすごい花びらが多いやつとかっていうのはやっぱ一輪咲かすことにエネルギー使うから上手に肥料やったりだとかしていかないと、ね、こういっぱい花が咲かないみたいな、いうのがあるので一長一短あるんですよね、やっぱね。やっぱこう人間がこう作り出したものを品種改良してこうやってったものって手をかけてあげないとそれなりに咲かない。逆にこう野生のこう血を濃くして丈夫なんだけどいっぱい花咲くよっていう風に持っていくと、まあちょっとの肥料でもちょっとの手間でもこうやって花が咲いてくれるっていう。じゃあ好きこれ。じゃあこれ好き。小さいんだけど思いがすごい詰まってるの。あ、そういうことね。です。あ、で株とかもバッキバキでいいもんね。モリモリやん、モコモコやん。いや嬉しいね。いや本当冗談抜きにこういうシンプルで小さくて可愛いっていうのが好きなんよ。いや嬉しいね、うん、で今目標にしてんのは、あ、うん、今度花友フェスタ、あ、5月、ありがとうございます。僕もまた行きます。ありがとうございます。5月何出しますか。5月はね、うん、横山園芸
隙間産業の横山園芸実は結構きつくないっていう一番盛り上がる時期なんだけど一番花がない時期だから横山園芸っていうそうなんか、まあ、ありがたいんだけど逆にいいのって思っちゃう。全然全然大丈夫みたいな。もう売るものあるみたいな。売るものは油売りに行くっていう油売りに行くでも、ね、何持ってきてくれるんですか。いやあのね、逆にクリスマスローズも持ってこうと思ってて嬉しい。あこれ最終的にね僕の目標にしてるのは、うん、手のひらサイズで育つクリスマスローズ。手のひらサイズで育つ。いやこれどういうこと。普通は大きい鉢で育てないとクリスマスローズで咲かないじゃないですか、うんうん、だそれをこう今手のひらでまさにこのひらで楽しめるクリスマスローズを作っちゃおうっていうので今品種改良で面白い。あじゃあ みんなもこう、うん、そうこのサイズで育ててこうやって花を咲かせてもらいたいっていうのをこう。じゃあなんすかこの本当にコンパクトにベランダとかでもいけちゃうっていうやつを今感じなんですね。庭がなくてもね。庭がなくてもでこの今小さい苗がちょっとずつ今大きくなってきたので、あこれをちょっと花友フェスタのメインアイテムとして。アイテム、ああ嬉しいやんこれ。買いたいわ俺。嬉しい、うん、うちも本当に狭いもんで庭が、うんうんうん、あんまり大きくなると困るんですよ。そうなんですよね。だけどたくさんの種類の植物を育てたいっていう欲があって、なるべく大きくならない種類の方が本当は助かって、うんうんうん、同じそのバラでもクリスマスローズでもそうなんだけど、うんうん、クレマチスでも、うんうん、ガバっていうよりはコンパクトでしっかり楽しめるっていう方がありがたいんでね、うんうん、そうめちゃめちゃ助かる。それを目標にねこう根っこが細いタイプを選んだりだとか、こう根詰まりしにくい。でクリスマスローズの欠点は何かというと植えっぱなしにしておくと咲かなくなるとか、うんうんうん、そのいいのあるじゃないですか。あ、はいはいはい、大きい鉢にしなきゃダメだとか、はいはいはい、結構張りますもんね根っこ。びっくりするぐらいね地上部そんないんだけどすごい根っこが詰まるんよね。なのでそれじゃなくても育つ咲くっていう、まさにもう本当に。名前なんかあるんですかこれ。これは、まあ、プチドールって名前つけてるんですけど、うん、その中の、まあ、特に小さいやつ、うん、なんか名前を考えようかなって。力こぶジュニアでいいんじゃない。ジュニアちっちゃくなさそう。それちっちゃくなさそうだから。力こぶジュニア、力こぶ入れちゃうとでかくなっちゃうから、やちょっとなんかこういきなり売れなくなっちゃうなこれ。力こぶジュニア、まああの漢字で、漢字じゃない、ローマ字で書いておくと誰もわからんから。分かっちゃう分かっちゃう。よく読むと力こぶって書いてあるわこれみたいな。あのいいじゃん。マイクロプチドールとかって今ちょっと仮称で呼んでるんですけど。なるほどなるほど。これもじゃあまた名前ついてくるかもしれないね、いずれはね。そうですね、素敵な名前がね。ティカラコブ、ティカラコブ、ティカラコブ、ちょっと可愛い感じになってる。ティカラコブ。あとね、やっぱりおすすめおすすめ。そうそう、僕大事にしてるのは結構シングル一重。あいいね、俺一重好きなんすよ。昔はそれほとんどだったじゃないですか。でしょう、うん、やっぱりこうやっぱ八重咲きが売れるし、園芸店としてもね、うん、高く売れるし、単価が高いからねっていうので、うん、みんなこうやっぱり八重咲きを生産者作るようになっちゃったんですけど、やっぱりシングルやっぱ良さっていうのね、うん、こうあいいシンプルなね、うん、良さっていうのがこうあるよねと思って。可愛いよねやっぱね、うん、シングル咲きの方がね。あの庭に植えててもやっぱり咲きやすいし、ほったらかしといてもっていう点では、かと思えば実はやってるんですけどね。やってるね、やっちゃってるねこの辺。やっちゃってるね。まあでもこういうのはこういうので見ると本当にちょっとマニア心をくすぐられるじゃないけど、うん、なんかコレクトしておきたいなっていうのもあるよね。そう、だ僕なんか今目指してるのは、まあ、多弁咲き行ったんだけど、うん、でもやっぱりこう小さくていっぱい花が咲いて、あやっぱ小さいっていうのがあれなんですね。小さいっていうのは、うん、その表裏一体みたいな、でかい少ない小さい多いみたいなのが結構植物にはあるので、うんうん、こう、うんうん、これぐらいのサイズ感の、あいいね、しっかりとした花あれですね、うん、咲き方っていうか、うんうんうん、かっちり咲くんですねこれ。そう、重たいと下向いちゃうし、そうあんまり下ね、こういう結構大きいやつだとどうしてもやっぱ下に落ちちゃうけど、結構割と立って咲いてる感じの、うん、育種品種改良で、うん、その首の短いやつを選ぶんですよ。へ、クリスマスローズでは夜でも閉じないじゃないですか、はいはいはい、だからこう上向いて咲くことは絶対ないですよね、うんうんうん、で守るために寒さとか雨とか雪とかを守るために下向いてて、だから優性遺伝って言って下向くのが当たり前なんだけど、これをこう短いの選んで横向きに横向きにってやっていくとこういうのができるんですよね。やっぱそれも選んでこういうのを作ってる、ね、なんですなんです。だからうちの子は比較的横向く子が多いっていう。もう完全に横だもんねこれ、横山。
言ってもらおうと思ってた。横山言ってもらおうと思ってた。いや今横と思って横山おったわみたいな。また印象違うもんねクリスマスですね。なんか横向いてると横向いてるで、まあ、結構気持ち横向き下向きぐらいが僕は好きなんですけど、確かにあんまり下向くと中にはやっぱりちょっとお花が見えなくて残念っていう人もおるよね、うんうんうん、なんかあの案外とそういう意見ももらって、まあ、でも風に揺られる姿もいいよねっていう。逆に僕なんかだからその人の欠点を見つけるんじゃなくていいところを見つけてる方がやっぱりこう植物でもやっぱり人でもそうだと思うんだけど、確かに思うんですよねそういうのね。確かにだからその後ろのはプチドールの八重咲きタイプ、はあ、少しずつ今できてきてちょっともう咲き終わっちゃってますけど、プチ系ね。色もなんかこういう黒っぽいのもやってるんですかこれ。いや、やってますやってます。やっぱりこうクリスマスオーズの醍醐味としてはそういう黒っぽい子、なかなかこの色ってないですもんね。そう他の花でね、こういう、うん、こういうシックな色っていうのかな、黒っぽいというのかな、うんうんうん、ちょっとマットがかかってて、ね、親子みたいな感じですけど、かわいいねこれも。いやーかわいいですよ。でもね価値観をやっぱり小さいよこれ変えたいと思うんですよね。クリスマスオーズってなんかこう華やかとかイメージが強いんですけど、やっぱこう可愛いの要素を入れたっていうのは、うん、よくできたなって思いながらこうあれですね。なんか今も聞いてて思ったけど、なんかお父さんのやっぱなんか性格が入ってますよね。ちょっとなんかこの違う人と違うじゃないけど、ちょっとなんかこう流行りとは違うところで良さを出そうっていう、まあまあまあ、反骨心的な。まあ草分けというかね。そうだね。そうなんかやってないものはまあこうそういう感じあるね。結局品種改良なんていうのはこう自分のこう自己表現みたいなもんなんですよね。ああなるほどなるほど。こういうものを作りたい、僕はまあそうですね、僕はこういう人間なんですとか、そうですね、もう表してるみたいな感じで、ね、表してるっていうのでエゴだもんね。エゴ完全に言ってしまうとね、ね、生産者のエゴだもんね。品種改良なんですね。そうなんですよ。ああ確かに。でもやっぱりねこういいよねっていう、自分でもいいよねって思える。だそのなんかこう10メートル先に置いても、 あれは横山のクリスマスオーズなんだねって言ってもらえるようなものをやっぱり作っていきたいなって思うんですよね。すごいわ。ここにある一個一個全部違うねこれまた、うん、ここはまあ親株質って言ってその品種改良するためのところなんですよ。あ、じゃあまさにだ、うん、まさにいろんな最前線というか。あ、これでもクリスマスオーズって自分でもやってみて思ったんですけど、やっぱ種できるじゃないですか結構簡単に、うんうん、で種から自分でも発芽させれたりとかって、うん、まあ、ちょっと種からだとすごく時間かかってしまうんだけど、うんうんうん、なんかその辺も面白いなと思いましたね。なんか、うん、そのみんなねその個人育種家というか、そうだね、そういうのが増えてきて、そう増えてきたね。しかもそういうのを簡単にアップできる SNS があって、あ確かに正直なことで見てるとやるなみたいな、やばいなって思う時も。逆にでもなんかいいじゃないですけど、うん、まあね、あこういう世界もあるんだとかっていうのをね、うん、見れる。なそれもだから自分で種まいて咲かせるっていう楽しみってなかなかこうなかったと思うんですよね。そうみんな苗を買ってくる、うん、売ってる種を買ってくるっていうのが、うん、その自分でこう交配して種取ってまいてくるなんていうのもできるようになったのは、まあ、クリスマスローズとか今で言うとパンジービオラなんかもね、まあそうね、本当にそうね、うんうん、本当プロの人のしかできなかったことができるようになったっていうのはまあ面白いね、一つかななんて思うんですけどね。その中でもやっぱ横山みたいなのを見せつけんとさ、いやそこが やっぱ来てんじゃない。やっぱそれでもちゃうよね横山はっていうところっていうのをね作っていかないとっていうところでは、まあ、ここら辺がまあだからさすがよね、生み出す最後かな。さすが横山よね。じゃあカーメン君が小さいのがいいって言ってくれたから、ほう、なんかとっておきありますか。とっておきはまあもう次世代ね。次世代、うわすごい、何これ。クリスマスローズじゃもはやないんじゃない。小さ、超小さいクリスマスローズ、ね、めちゃくちゃ小さいやんこれ、うん、やっとねやっと小さくなってきたんです。こうやって草花じゃんこれ本当の、うん、小さだ。その目指せ雪割り草とか、はいはいはい、なんかそういう野草の、そんな感じよね、うん、野草の要素を入ってるものを作りたいと思って。すげえ、
いいっすね。いいしょ、いいしょ。いい、いい。いい。さすが横山。ティカラコブさすが。ティカラコブね。小さいやつティカラコブって言うのかな。ティカラコブ最高だよね。そう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 。そう、なんか力こぶ力こぶってなんかこう強いイメージなんだけど、本当に野草とかその小さいのが好きなよね、実はね。実はね、実は小さい系が好きなの。薄いピンク好きだし、そうその忘れたくないし、シンプルなやつ忘れたくないしっていう思いが。そうね、イメージだけで言っちゃいかんけど。イメージだけで言っちゃいかんけどっていう。なんか可愛い系、趣味合いそうよ。うん、こういうお互いなんかね、賑やかな感じ。だからこそこうあかもしれない。あんまりこうそうお花があんまり派手すぎない方が僕はいいかな。自分が派手なんで結構。っていう合わせるのにはやっぱこうねシンプルな感じの可愛い感じがやっぱいいね。ありがたい。まあっていう感じで。なるほど。やっています。じゃあなんか、うん、そうなんかこうこういうの作ってくれみたいなのあります？いやでももうまさにその長輪系でよく咲くとか、うん、特に今回みたいな小さく育てれるみたいな、こういうやつは本当欲しかったというか、いや逆かなと思っちゃったんですよ僕。あんまりにも SNS でこう結構派手派手しいのがアップをね、うんうん、よくされてるし、なんか賞取ったやつ見ると、うんうんうん、わーっていうのがあったん で、ね、なんかちょっと自分の感覚って逆なのかなみたいなんで、うん、あんまりどういうものっていうよりもっとシンプルでいいのがいいなみたいな、そのもっと手軽にとか、うん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 、もっと丈夫に育つとか、なんかそういったものを求めたらね、なんかこのプチドール系はすごくいいなと思いますよね。あ、嬉しい嬉しい、うん、ね、こんなのもだから後ろから見ても可愛いみたいな。確かにね、こういうのもありだよなって。花のやっぱ上がり方がすごいもんな、うん、たくさん上がるもんね。満足だよ、満足満足するでしょ。僕はもう本当に初心者の人っていうかさ、うんうんうん、そういう人たちがやっぱああよかったとか、また咲いてくれてね、たくさん咲いてよかったとかって思ってくれるような種類のお花がやっぱり最初に、うんうん、まあ、そう、僕も根底はやっぱりこうやっぱりみんなが喜んでくれるのが何よりだから、ね、うん、自己満足で終わらしちゃったらそこで終わりなので、そうだね、その、うん、育ててもらってっていうのは大事にしてるので、育てやすいとかね、うん、たくさん花が咲くとか可愛いっていうのはいいじゃない。はい、いやー嬉しい。ちなみにちょっと聞いてみますか、うん、横山さんの土の配合ってこれ自分とかやってる？自分で全部やってますね。例えばお客さんとか買って植え替えるってなったら、うんうん、ブレンドした方がいいのか、専門の土ってまあいろいろあるじゃない、うんうんうん、そういうの土のこだわりってあった方がいいっていう感じです。正直なこと言うと、うん、草花とか花壇用野菜の土と、はいはいはい、山野草って言われてるガラガラの土の、はいはい、うんうん、性質的にはその間ぐらい、おお、なるほどなるほど、なので、うん、その専用の用土じゃなくてもその真ん中ぐらいの土を作ればいいっていう、うん、なるほどなるほどなるほど、そのあまりにも肥料持ち水持ちが良すぎるとクリスマスローズちょっとトゥーマッチというか、うん、お腹いっぱいになりすぎちゃうので、でもガラガラな土、うんうん、水はけの良すぎる土だと肥料が足んなくってお花が咲かなくなるから、あ、じゃあ中真ん中ぐらいが一番実はいいっていうか、ね、うん、性質的にも、うん、そういうのを求めるっていうか、なのでちょっとその水はけがいいイコール肥料も一緒に抜けていっちゃうじゃないですか。そうですねだから最近痩せてるクリスマスローズなんかがちょっと多いなと思うので。あ、そうなんですか、うん、その水はけが良すぎちゃって良すぎてね、夏の湿気にみんなビビっちゃって結構ガラガラの土多いですもんね。多いんですけど、わかります、まあ、少しその有機性のものも入れてあげないと育ちにくいかな。保水をちゃんとするような素材を入れるっていうところがポイントです。 OK、 わかりました。素晴らしい、参考になります。参考になります。ありがとうございます。はい、いやありがとうございます。とんでもない、大感謝です。いやでもなんか本当思ったよりというか、結構たくさんの植物があってびっくりしました。コレクターの趣味の植物とかああいうのが見え隠れするのがいいね。嬉しいです、ね、やっぱ好きなんだみたいなね、いろんな植物、まあね、これだけにこだわらずにね。ですね、まあ、いろんな植物育ててると、うん、共通点もあるし、見えてくるのありますもんね、ま、うん、インスピレーションもらったりとかするので、確かに確かに、やっぱこう関連性のあるものはいじってみたい、触ってみたい、育ててみたいみたいなのはあるかなっていうのは。あと僕のチャンネルでもやったけど、エディブルフラワーはちょっともっと言ってもいいかもしれないね。もっとなんかあれちょっと追求したい感はある。僕楽しい、あれ美味しかったもん。いや嬉しいな、びっくりするぐらい。もう結構エディブルフラワーはちょっと面白いなと思って、実はこのチャンネル前に撮らせてもらった
仮面くんチャンネルに岡山エディブルフラワーを熱く久しぶりに熱く語らせてもらったの で、うん、あの見ていただければ。ちょっと食べてもっとたくさんの種類の花を食べてみたいと思った。正直なところ。お互い同級生なんで切磋琢磨してね、はい。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、カーメン君とクリスマスローズ談義をさせていただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。これからも、うん、広めていただければと。いやいや、もういいものを、いいというかたくさんこういうね作ってくださってる方がいるのを僕はただ広めるだけなんで、うん、なんかよりこう面白いとかより良いものを作ってさえしていただければ。いろいろ紹介させていただきたいと思います。はい、わかりました。じゃあもう花トンフェスタでもね、あ、そうですね、花トンフェスタ横浜さん出てくださるそうなんで、皆さんもぜひともご来場ください。ポートメッセ名古屋でお待ちしております。はい、いや、じゃあということで今回は、神子をお招きしてクリスマスローズのご紹介させていただきました。ありがとうございました。なんて言うんでしたっけ最後。チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと何でしたっけ。グッドボタン、グッドボタンをよろしくお願いします。あとはコメント、コメントをよろしくお願いします。それちゃんとやってください。ちゃんとやってください。はい、俺だやってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあカーメン君チャンネルも合わせて一緒に見ていただければ、今回の話が完結すると。そうですね、いうことで合わせてみてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にお花喜ぶ喜ぶありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。